はい。今見てもらってるのは、はいはい。与那国島のね、はい。一応日があるんだけど、その日本最後の夕日が見える丘というところがあって、そこからの、まあ、夕日に、西方向を見てるんだそうけですど、ね。はい。これから沈んでいく。収録したのが6月30日でね、で結局、まあ、日本の一番西なんで、その日の一番最後の夕日って、これは確かなんだけどね、これをこう、まあ、見ながらという話なんだけど、まあ、一番西なんで、相当、まあ、東京と比べると、実際の時間は変わらないんだけど、時差がある感じで、そうですこれね。で7時半過ぎてるかな、なんかそのぐらいの、そうでしたね。時間で、だいたいまあ、東京と比べると1時間半ぐそうでらすいのね。時そ差んなもんはですね。あるかなという感じでね。まあ、これ、見なバがら、スの話。で、与那国のバスに乗ろうということで、前の日、石垣から、僕ら安いんで、フェリーで往復しようとしたんだけそうど、ですよね。与那国島のバスって、結局もう8の字ぐらいのような路線で、ぐる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 回ってる、その与那国生活路線バスっていう、無料のね、まあ、主に島の人たちが乗るバスなんだけど、まあ、外から来た観光客も無料で乗ることができるというバスで、まあ、ある意味、ものすごく単純だと思ってて、どこから乗ればぐるっと回って、そこまで帰ってくると思っ全て部たら、ね、全部乗って回ってくるもんと思ってましたけどね。思ってたら、そうはいかない。そうはいかないってことが、前の日の夕方分かって、こう途中で止まったりいろいろあって、まあ、僕らが見てたその時刻表が古かったってこともあるんだけど、実際なんとかなったかもしれないけど、まあ、僕らちょっと後で話すけど、与那国島の役場でちょっとこう差し読みしてもらうっていうのがあったもんだから、それはどうしてもするためにはあれで、それを考えると、フェリーで往復してこのバスを全部乗るってことは一泊じゃできないんだよね、そうね、できなしかっかたたがんでない、すね。分かっちゃったんですよね。少なくとも手持ちの時刻表を見る限りは、これは無理だなということで。で、まあ、急遽、まあ、飛行機で行きは向かっね、たんだけど、まあ、フェリーが片道3610円で、飛行機はまあ1万円1万円ぐらいで強すかね。するかね、するから、高いんでね、高いですね。フェリーと思うんだけど、なかなかうまくいかないんいだよかね。ないですね。どうもやっぱりバスの時間というのも、飛行機に合わせてる感じかなという気はしましたけどね。まあ、今回の時期っていうのは、ちょうど国内の、まあ、コロナが、まあ、広がる中の、国内移動が解かれた時期に行ってるんだけど、まあ、まだまだ沖縄も飛行機の便数が元に戻っていない状態はあっでたしんただけね。ど、フェリーもね。ね、だけど与那国の飛行機ってほぼ何も変わってないんですよね、一番便っていうね。やっぱりフェリーは週2便しかないんで、結局生活路線なんですね、飛行機がね。減らすわけにはいかないっていう、飛行機の路線なので、結構乗っまあ、てましたよね、お客さんも。週1日、まあ、2便から3便ぐらいはずっと飛ばしているという、まあ、実際乗ってる人も、島民の方がそん多なかっ感じたでしたよね。から、あれなんだけど、実は僕ね、コロナウイルスの関係でね、この与那国に渡る前にね、僕らバスが村内のバス停に着いて、町というか集落の中歩いていった時、
署内の漁港があって、うん、その中にちょっと入ったところにあのなんかもうちょっと閉鎖されてたんだけど、うんうんうん、民族資料館っていうのがあって、はいはいはい、もうそう完全に人気のなかったところですね。そう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 、はいはいはい、そこで昔はやってて、そこでね、あの買った本があってね、あの与那国に行く前それ読んでたらね、はいはい、あの記述というか、はいはいはい、そこで紹介されてる与那国島の発見があってね、うんうん、あの民族資料館っていうのはあの、まあ、もう亡くなられちゃったんだけど、池間栄三さんというあの与那国の方が、はい、まあ多分施設自分でいろいろあののを集めて作った方だと思うんだけれども、うんうんうん、あのその本も与那国の歴史というね、うんうん、本も出版されてて、はいはいはい、その中にねそのまあちょっと読んでみると大体言ってる意味わかると思うんだけど、はい、ねその1477年、はい、これはねごめんなさい、沖縄の歴史という本からの引用なんだけど、はいはいはい、あの1477年2月1日に朝鮮の最終島の船が道東を出港して都に向かう途中、はい、荒い風っていうか、うん、暴風っていうのかにあって方向を失い、うん、漂流4日間の後に一小島を発見、うん、で船を島に寄せようとしたら船が壊れて乗り込み多数が溺死、うん、3人が板にすがって流れているのを島民の、漁船に発見されて救助されたと。この一小島が与那国島で、島民は早速浜に、これ防屋って読むのかな、かやの、 あの小屋みたいのをね、建造して彼らを置き、まず食事を与え、それから3日間はこの浜の小屋に置いたと。で多分漂流者についた悪霊を払うためであったろうと。7日すると民家に迎えて、集落の人たちが、順番に食事を提供してまた次の集落っていうふうにして彼らを救護したっていう記録があるんですよ。でねこれね、悪霊を払うためにって書いてあるけど、これ多分ウイルスですよね。つまりねこれ1477年ってね、古墳時代の頃ですよ。室町時代。そう。あこの時すでにあの沖縄ってまあ周辺にあの、まあ、いろんな国があって、うんうん、台風があるエリアなんで、うんはいはい、あの漂流するってことが多いんですよね。で、流れ着いちゃうわけですよ。だけど絶対に住む島の中に入れないんですね、うん、で、これ多分何かのウイルスとか病気を持っている人が、うん、要するに この時は7日間ということなんだけど、うん、その7日間浜に置いて、まあ、食べ物だけを持ってくるというふうにして、まあ、何も発病しなかったら、まあ、村に入れるというやり方もやっててるっていうか、すごいですね。水際は日本の水際対策とか本当ですね。あの今と一緒じゃないですか。海外から帰ってきた人そうそうそう2週間何も変わってないってあのこの要するに多分沖縄の島というのは、うん、こういうこう習慣というかな、外部の、中国の船も来ただろうし、うん、その欧米の船も来ただろうけど、まず入れないというのは、はい、まあ、まあ、戦略的なものもあったかもしれないけれども、うん、病気がやっぱり非常に怖かった、うん、で、島だから一回蔓延しちゃうと、うん、もうみんな島の人がかかっちゃうみたいな。そうね、ことがあって、当時の、まあ、医療機関っていうのは大人村の子だからね、多分あの島民のほとんどがあの病気にかかるみたいなこう結構悲惨なことを経験してると思うんですよね。その前にね、その前に、ね、あったからそうするようになったんですよね。そう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 、だからね、
今回のこのコロナウイルスに対するこう対応とかいうのは、僕はなんか、あの沖縄の対応ってちょっとこう、東京とか本土の方のね、違うようなこうニュアンスを持って、感じてたんだけど、それってばなんかこう本能的にね、島を守るっていうか、まあ、みんなを守るためには外から入ってきたものはすぐ入れないみたいな、ね、ものってのはね、多分ねあるんだろうなという、うん、あのなんか体質的にね、遺伝子的に、体質的にね、うん、こう人が怖いとかそういうその外部の人が入ってくるっていうこと以外に、うん、そういうこともしっかりあの島の人は考えているというところってのはね、うん、思うしですね、うん、それからね、これだけ年数が経って、医療もこれだけ進んだのに、うん、よくやっていることはほぼ、ね、そうですね、うん、ことって思いますよね、うん、で今回もあのコロナのあれであって、あの与那国の役場の人と話したけど、そこはなかなか医療機関がね、離島なんで、まあ、どこの島もそうなんだけれども、検査もちゃんとできないということから言うと非常に心配で、うん、まあなんてね、高齢者も多いし、ね、そうですね、うん、入ってきたらということはやっぱりすごく今、まあ、飛行機でね、どんどん飛行機とか船で行っちゃうけれども、うん、なかなか島の人たちって敏感に、対応してるんだなという、うん、まあ、思いましたね、今回与那国って特にそういうね、ことがあったので、うん、でまあそんな風にして僕らもまあ、マスクをして、はい、石垣ルールというか、検温して検温して3日後にというルールで行ったわけだけど、うん、まあ行ってみると、まあ特に表面上はね何が変わるわけじゃなくて、普通の与那国島なんだけど、そうですね、まあ、与那国島っていうのは何といっても、うん、日本の一番西と、うん、いうことでね、うん、まあ、ここでこう動画も、最後の夕日をこう、うん、見てるんだけど、うん、昔僕一回ね、はい、その与那国島に行った時、うん、僕らは今そこで今ここで動画撮ってるのっていうのは石垣で与那国島の一番西にいますよね。そうですね。で与那国島の、まあ、一番東の方にも上がり崎っていうんだけど灯台があるんですよ、うん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 、でそこへ案内されたことがあって、うん、そこでねさっきもちょっと間違えたけど西表島が見えるっていうんですよね、うん、案内して見えるんですか実際出た人が。でその時天気すごい良かったの、はいはいはい、で案内してくれた人が、あそこでしょっていうわけです、うん、あそこに見えますっていうわけですよ。で僕こうやってじーっと見ても分かんないぐらい、結構遠いですよね。波の間に、うん、岩みたいなのがちょっとあって、おそれがね西表島だったんですよ。でこのぐらいの距離ですよね、西表で、こんなものかみたいなね、こうみんな島同士がちっちゃいんで、うん、まあ、こんな風にしか見えないかと思って、うん、で、まあ、与那国で有名なのは台湾が見えるというね、うん、はいはい、話があって、年に1回か2回がね、でそうなんですよね、うん、でそう言うんだけどめったに見れないんですよね。うん、で見えた時の写真、まあ僕らも今回も見えなかったんだけど、はいはいはい、この動画が見えてる先に実はそうですね、この向こうにあるね、台湾がね、うんうん、あるんだけど、まあ与那国の役場行って見えた時の写真をまあ提供してもらうっていうことで、うんうんうん、行った時、あの時こう見たじゃないですか、はい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 、台湾って、はい、もうあれは島じゃないですよね。そうですね、
向こうから与那国から見ると、うん、こう大陸のように大陸のよね、あの高いし高いしね、山が、うん、あるし連なってるしね、うん、昔の人はあのどういう気持ちで台湾を眺めたのかなという、うん、気持ちがあってね、ですね、で対岸は、うん、台湾の蘇澳なんですよ、蘇澳っていうのが、はい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 、でそこがね、約110キロ前後ぐらいの距離なんですよ、ここからこのその、はいはい、今僕らが、はいはい、夕日を見てるところ、はいはいはい、で、まあ僕らも台湾よく行くんで、うんうん、一度その蘇澳に行った時に、うんうん、そこにもちょっと丘みたいのがあって、はいはい、港があって、その上にちょっと灯台っぽいみたいのがあるとこがあってね、うん、そこでじーっとこっちの方だろうって言って与那国が見えるかっていうことは、うんうん、その西表のことがあったから、はい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 、波の間に見えるかもしれないと思ってじーっと見たんだけど、まあわかんないんですよね。で、まあそこに港があるんで、うん、台湾の人に、うん、向こうあそこに与那国島があるんだけど、うんうん、見たことあるかって言ったら見たことはないと。あで、蘇澳の人たちでも、うん、見えたって話は聞いたことがない。あで、全然意識してないのか本当に見えないのかよくわかんないけど、多分見えないんですね。見えない、うん、で、船だともう5、6時間で行くよみたいな話はするわけで、まあでも、そのこっち、与那国側からはあんなにごっつく見えるじゃないですか。やっぱ 大きさの問題なんですか。いまだに僕は不思議なんだけど、ちっちゃくてもね、そう大きな島からちっちゃい島は見えないかっていうね、これがね、やっぱりね、すごいね、ちっちゃすぎて見えないのかな。まあすごい望遠鏡とかそういうので見れないかもしれない。まあ当時そこのね、その民族集団のところにその池間さんの、まあ、奥さんがまだいてね、いろいろ当時の話聞いたけど、うん、まあとにかく与那国島っていうのはその沖縄本島に行くより台湾の方が近いわけですよ。ああそうか、うん、だからで戦前はまあ日本統治下だったんで、うんうん、そのまあ女性は子供の頃、うん、みんなで買い物に、まあ年に1回とかね、いろいろいいものを買いに、台湾に、台湾なんですよ、ね、ああなるほど、まあ、女性だから、うん、結局台北行くと、うんうん、もう呉服屋さんのいい呉服屋さんが支店を出してるわけですよね。そうか、でそれはもう東京とか大阪からもう直接来てるわけですよ。そうですよね、うん、でそこでその着物を買ってもらうっていうのがもう楽しみで楽しみでしょうがなかった。ほら もしかしたらあれですよ、当時のもうそれこそ終戦に近い頃の大阪東京よりもよっぽど栄えてたかもしれないです。で当然那覇とかよりも進んでますよね。絶対そうですよね。だから帝国大学あったぐらいですからね。そうそう、うん、そこに行くっていうのはもう日本の最先端と、まさに入るみたいな、世界すごいなあったから、あ結局まあ経済圏みたいな話をすると、うん、世界線っていうのはかなり与那国っていうのは、うん、沖縄というよりも、うん、まあ、近いからね、110キロ前後だから、ね、うん、まあ昔の船はそんなによくなかったかもしれないけれども、うん、まあでもね、ほんの一晩で行くでしょう。で、買い物して帰ってくるっていうのは、本当に楽しみだったっていうね、話を。すごいね、それはワクワクする話ですね。うん、そうそうそう。で、与那国島って面白い、やっぱり日本のに一番西だから、いろいろそういう面での歴史を持っていて、昔ね、
あのイミングレーションがあったんですよ。ああ、昔っていうのはその下川さんが昔っていうか、そう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 、前行った時、あ10年ぐらい前かな。うん、で、聞いた時、漁船とか、まあ、船をチャーターしてくれれば、うんうんうん、向こうにも台湾にもイミグレーションがあるから、うんうん、手続き取って乗っけてあげるよと言われたんだけど、まあ、すごい一層だから高いからねその今までその人の聞いたので15人ぐらいグループで来てくれて、うん、それで台湾に行ったっていう話はあるんだって。その時、まあ、入国審、出国審査を行って、ね、できたわ。向こうはツアーでやったということなんだけどね。まあ、今、亡くなっちゃったんだけど、イミグレーションがないから、こっから船で、台湾行くっていうのはなかなか難しいんだけどね。はいはいはい。うん、そういう時代もあったぐらい、こう、つながってたんだけど、そうか。近いんですよ。だけど、その台湾の人は知らぬ、知らん、あそこら辺あこれはね、やっぱ不思議でしょうがなくて。で、まあ、僕ら役場に行ってね、うんうん、この、まあ、写真を見て、はいはい、これがもう大陸ですよね、みたいなのをもらった時に、役場の人が、その、いつ見えるかと。はい、ほとんど年に数回という言い方ですけど、まあね、ほとんど見えないわけですよね。うんうん、台風の、前日に見えることがある。なんかこう、大きな風とかを全部飛ばしちゃうから。そうそうそう。で、その時がチャンスだっていうんですよ。だから翌日ぐちゃぐちゃになるわけですね。そう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 。役場の人がいて翌日から全然ダメみたいな。だからもしね、うん、まあこれ見てる人の中で一度ね、うんうん、その与那国からまあこのサイトの中で役場から提供された、はいはい、お借りした写真がね、貼っていますが、まあ14番目綺麗に見えるんですよね、はい、見えたね。まあそれは与那国島に住んでる人が撮ってるんで、はいはい、まあその瞬間を、はい、ね、はい、島が見えるぞ、あ、台湾が見えるぞみたいなことで、うん、パッと行ったんだろうと思うんだけども、あれを見たかったらやっぱり台風の来たぞ、うん、来るぞっていう時ですね。あの発生したら行くと。そうそうそう。あんまり近づいたら行けなくなるから。そうそうそう。ちょっと前には入らないといけない。で、与那国へ行って、はい、見て、はい、そこからが大変ですよね。はいね。2、3日は何もできないですね。そう。ちょっとそれてるけど、沖縄で、台風に遭ったことってあります？いるときに。いや、僕ないですね。あ、そうですか。僕は何回か会ってて、これね、意外と大変なんですよ。ね、本当にね、沖縄ってね、孤島になっちゃうんですね。要するに船もないし、あ、はいはいはい、飛行機も全部ないんですよ、で、何にもできないんですよね。うん、でなんか、こう陸続きのとこってのがないわけで、うん、でね、一番やっぱり辛いのは、あれ、停電でして、それで停電で何がって一番困るのはトイレでして、で今一撃とかいろんなとこも、うん、まあ与那国ぐらいのだと民宿も多くなるんで2階建てなんでなんとかなると思うんですけど、できるじゃないですか、はい、宿だから、全部電気で水あげてるんですよね。ああ、そういうことか。だから停電になった途端、もう宿ホテルからもう5階建てぐらいまでもうダメになっちゃうと思うんですけど、水圧の、もうトイレ使えませんって言われちゃうんですよ。で今那覇とか石垣宮古なんかもうみんな10ヶ月ぐらいのこう、うん、ホテルじゃないですか、うん、そこの人が全員ねトイレ使えなくなっちゃうんですよ。水が出なくなるってことですか？水が出なくなるんですよ。あげられなくなっちゃうんですね。ポンプがね、あれが、ね、はい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 、これでこう停電と、ね、
停電になる、なった時って、まあ、前日ぐらいに台風がこう通り過ぎてって感じなんで、うんうん、あのまあ、外にはもう出ることはできるんですよね。はい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 。そうすると朝起きて、ああまあ通り過ぎたなとか言っていくと、うん、もう公園のトイレにすんごい低いところのトイレしか、ね、地べたの、うん、使えないんですね。まあホテルの1階のホテルなんか、あのホテルの1階のトイレなんかもうすぐパンク状態でしょうね。そうそうそう、やってみんなが使うから。どうなってるのかな、上から水を下ろしてるとすればダメなんですよ。あ、そうか、そうかそうか。ああ、うん、なるほど。あの構造、あの宿の構造によるんだから。ああ、だからね、あのすごいね、観光どころじゃないんですよ。トイレ問題がね、発生しちゃうんですね。あのね、やっぱり沖縄風がね非常に強いのでね、あの本土に来る台風に比べてね、あの電線系統があの被害を受けることが多いんです。で、あのまあそのよく言うんだけど、あの冷房の室外機が飛んでっちゃうっていう。朝起きて怖いな。室外機探しっていうのがね、ビッグなんかでね、あるっていうぐらいの強い風が吹いちゃうんで。おい、あ、まあ固定してあるけどね、もう飛ばされちゃうんですね。そう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 。だから、あの、相当強いんで、やっぱりね、あの、停電の頻度ってやっぱり、そう、多いような気がするんですよ。まあ、今でもそうなんでしょうね、そのあたりはね。そうそうそう。で、まあ、早くても1日か2日ぐらいやっぱりかかるし、あの大きな台風だとそこら中で寸断されちゃうので。そうか。でね、もう島の僕は一番大きいのは3日間停電っていうのを石垣島で経験してるんだけど、僕はねたまたまね2階建ての、民宿に泊まってたんですよ。はいはいはい、民宿が強いですね、そうなると、ね、でその2階まではね、うん、水が上がってくるっていうか、なんで、はいはいはい、全然僕はトイレ問題はなかったんですけど、友達なんか知り合いとかと会うと、もうみんな、まあ、そんなトイレ問題は住んでる人なんで、そんな問題ないんだけど、うんうん、急にその日から毎日 お呼ばれがあるというふうに見るとか、どういうことかというと、冷凍庫のものが溶けていっちゃうんですよ。どんどん作らないといけない。そうなんです。それで高いものから食べようっていう話。もったいないから、ね、なるほど。ダメになっちゃうから。あ、それで一人じゃもったいないから、うんうんうん、って言って、ちょうど来てるから来ませんかみたいな感じで、うんうん、でもその時は台風通り過ぎてるんで、うん、非常に穏やかなんだけど、なるほどね、うんうんうん、電気は来てないんですよ。あ、うん、その中で、まあ、ガスはあるんで、そこでいろいろ使って、あ、一斉処分ですね。みんな集まって、うん、みんな自分のところの冷凍食品を持ってます。それもエビのなんとかとかですね。あと牛肉ですわね。そうそうそう。あ、それ持ってきて、まあ、それはね、それでね、まあ、そんな笑い話に、ね、うん、本人らは大変でしょうけど、まあちょっとしたお祭り騒ぎになる。そうなんです、うん、停電ってね、そういう世界になって、だから、でもその結局帰れないんですよ、どこへも行けないんで。もう毎日のようにいつから飛行機が飛びますとか連絡は入るんだけど、うんうん、今度みんな何ていうのかな、その欠航便の人がこう流れてくるからね。だからなかなかコツがいるんですよね、早く帰るね、空港で待った方が早いかとかですね、つないでだんだんやった方がいいかとか、実際全部キャンセルして払い戻して他に入れた方が早いかとかですね、はい、噂がわーっと飛び交うんですね。なるほど。で、まあ、そういう中で行った時に、もしその与那国島で見れましたと、この台湾が、うん、たら僕はあと2日間は待機を確保して、うん、ぜひ民宿でね、民宿でね、
いいんじゃないかなっていうか、そうですね、そこは本当にあの、まあ、船も当然止まっちゃうし、はいはいはい、それから飛行機もね、ダメでしょうね、ダメでしょうから、うん、そういう覚悟をして、うん、見に行くものだっていうか、その、まあ、先は 運がないとね、ね、うん、台風の前だからって毎回見れるわけじゃないですからね。そう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 、下手したら見れずにその待機をしないといけないかもしれない。そうなんです。2回とか3回とかいましたかね、あの役所の人が、うん、そうだから、なんか僕らの感覚で、与那国島行ったら台湾が見えますよって聞いちゃうと、うん、僕らってなんか、日本の感覚だから、あの、うん、あの島が見えますよとか、そう山が見えますよって言って、うん、そのまあこんなに見えないものだとは思わないんですよ ね、 ね、僕らもここでまさにここでいるときにあれ違いますよねとか言ってねそうあれあの山っぽいですけど違いますよとか、もう全然違う。そうそうそう、だからこんなに見えないもんだっていうのが不思議なんだけども、ね、ここまで行くの結構大変だから、やっぱり期待はしちゃうっていうかね、多少の。そう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 、うん、それで、で、あれでしょ、台湾から見えないわけでしょ。そうそうそう、それね。で、与那国の人もたまにしか見えないものが、うん、僕は初めて見た人って、まあ、ずっと昔なんだろうけど、あれは何だっていう世界ぐらいに大きく見えるんですよね、見えちゃうとね。だから、こうなんか人間の目というか、こう島の大きさっていうか、そういうのってなかなか不思議な感じをしますよね。うん、だけどまあ見えなくてもそこに立てば、まあ、一番西の、そう、やっぱりね、そう、もうそう、ね、それで、十分ものは見えますんでね、はい、これ別にちょうどクブラの港の反対側に、うん、日本最西端の地っていう、こう、日があるんだけど、今回そっち行かなかったんだけど、うん、ね、この今動画で左のあの奥の方に灯台が、この辺りですね、はい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 、そこで見たって日本最後の夕日なんですよねそう、そうなんですよ。そうなんですよ、だから、まあ、この僕らが立ってる日本最後の夕日が見える丘っていうのが どういう意味合いになるかみたいなことを考えない方がいいかもしれないけど、お丘である、まあ、そう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 、うん、そこら全部日本最後の夕日なんであのあれなんだけど、まあついに西のあの果てまで来たかというのはあれですよね、まあ考えちゃいますよね、ここまで来たかみたいな、まあ一回ぐらいは、うん、まあ与那国の島の中で、その日本最西端っていう文字は、まあ、よく見てね、はい、僕ら途中全部バス乗り終えた後タクシーでクブラの港まで行ったんだけど、はい、タクシーあれですよね、最西端観光っていう会社ですもんね。ああ、もうそこ、まあ、タクシー会社なんだけど、あ、はい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 、あ、そうだったんですね。そうそうそう、あ、一社しかないんじゃん、あ、レンタカーとか、まあ、車関係の全部こうやってる会社だったと思います、はいはいはい、って言うとね、その会社しかないように言ってたと思いますね、確かね。そう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 だからそれ最西端観光だし、はい、僕らのクブラの港っていうのが、まあ、位置的の集落的に言ったら一番西なんで、うんうん、そこにあるものはみんな最西端ですよね、うん、そうです、最西端の郵便局とか、そうそうそうですね、ポストとか、あれも全部なんか商店にもそうやって書いてあったと思う。そう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 、はい、そういえばみんな最西端になるっていう、ね、はい、厳密に最西端は沖ノ鳥島になるんですかね、東京の人が住むっていう、そうですね、人が立ち入れる、一般人が立ち入れるという意味でのね、はい、という、そうですね、ことですよね、はいはいはい、与那国、あの
波照間が最南端というのもそういう意味ですよね。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。はいはいはい。まあ、事実上のってことです。鳥島はね、あ、最西端は一番西は与那国じゃなかったかな。ああ、そうですか。南端か。関係なしで。で、南の方は、まだ南が、ホテル前より南があって、うん、ただまあ、今コロナでね、その移動ができなくなってきてるけど、はい、僕らは要するにしょっちゅう台湾も行くし、うんうんうん、あの南の方も行くわけですよね。はいはいはい。で、うん、僕思うんですよ、与那国の人が最西端ですって言われたって、ひょいっと ちょっと向こう行くと台湾があるわけで、そうなんですよね。そうなんですよね。すごくこう雪行き来が不自由な、まあ 今の時代かもしれないけども、コロナのこういう状態だと日本の一番西っていうのは感慨深いものがあるんだけど、もっとその、たかだか半年以上前は自由に行き来できてたわけで、その時、最西端って言われても、台湾は何なのみたいな話になっちゃうみたいな感覚の違いって、だんだん薄れてきたような気がするんですよね。確かに。それ、思ったのは、波照間島ってすごく星座を見に行く人が多いじゃないですか。はいはいはい。で、案内する人が あれが南十字星ですって言うんですよ、うん、で、うん、まあ言葉の問題なんだけど、もう日本ではもう下にからバッと上がってくるだけなんで、今この波照間だから見れるんですよみたいな、うん、季節にもよるんだけどね、はいはいはい、星座なんで、うん、言うけど、そんな南の方行けば毎日見れちゃうのになみたいな思いってありますよね。あ、で確かに、海外によく行かれる方っていうのは、それがまあ結構日常的にあるわけで、うん、だんだん日本の最西端最北端とかそういう言葉の意味合いがこう薄れてきたのが、まあずっと最近の、まあそうですね、こう人のね、うん、行き来が、うん、自由に、よりやりやすくなったという、なった時代のことだと思うんだけど、突如として、最西端の意味がしっかり今は、はい、浮かび上がってきたという ね、噛み締める、うん、感じはしますね、うん、で、まあ中の、写真でもこう、与那国の中をこうずっとバスが回ってるんで、島内のいろいろこう紹介してるんですけど、うんうん、なかなかすごいあっと思ったのは馬。ああ、そう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 、ね、あれはね、そう、この短い方の動画でも見ていただけますけど、そう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 、うんうん、でそれってなんか牧場なんですよね。牧場は近道があるから、うん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 、そうなんですよね。まあ、与那国っていうと与那国馬ってこういうのなんかポニーのちっちゃい馬らしいんですけども、うんうんうん、まあ、あそこで見れるのはそういう馬じゃなくて、うん、純血の与那国馬じゃないんですが、なんであそこに来てるかって聞いたら、うん、涼しいからだっていうふうに運転さんに言われて、吹き上げがね、吹き上げがね、うん、与那国島ってで結構岩の上にある島なので、はい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 、絶壁、こうずっと崖の上走ってるから、うん、こう結構吹き上げる、うんうんうん、風があって、馬も熱いんだなっていうそうそうそうみたいですね。うん、わかんないけど、日本にいる馬もああいう涼しい風のどうなのかな、集まるもんなのかね。まあね、でもそうなんでしょうね。あれ暑いからって言ってた気がしますよね。そうそうそう、うん、なんかすごくこう縦紙なんか風にバン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 揺れててね、うん、確かに涼しいんだろうなみたいには思うけれども、あそこへいつも集まってきて ねいるっていうのがね、これは一つの、うん、平気にで馬が ね島にいるっていう、うん、でもう慣れちゃってて車を避けてくれないっていうね、
避けてくれない。なかなかどっちがこう、うん、優先かっていうのはね、わかんないけどね。だから、そういうようなことから言うと、なんか、こう、沖縄のね、まあ、八重山諸島とか、まあ、宮古諸島とか、いろいろ島があるけれども、与那国島ってやっぱりちょっと違う文化圏持ってるなっていうのは、南大東島と北大東島と与那国島ってどっかこうちょっと離れてるんですよね。はい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 。で、あの距離的にもね離れてて、そうですね、うん、で前回こう紹介した西表とか、うん、それから波照間あたりはやっぱり八重山諸島かなの、うん、なんかあれかなみたいに思うけれども、うん、与那国島文化がちょっと違うなみたいな、うん、ことを感じますよね、うん、ああいうとこ、確かに、うんうん、実はね昔ね東京にいた与那国島の人から、うんうんうん、与那国島の言葉はアイヌの言葉とそっくりだっていう話を聞いて、それだけじゃなかったんだけど言って、すごい共通語があるということは知られてるんですよ。で、それを話にそのソナイのね、その人の親戚とか、うんうん、こういう家行っておじいさんとかおばあさんから話聞いたんだけど、まあわからない。要するにそこ、その単語がこれだっていうところにたどり着けない。なるほどなるほど。うん、で、その後、まあ僕はその時行って役場に行って、役場でそういう詳しい人に聞いて、うんうんうん、その時あの写真を偶然見たんですよね。おその時役場の人が聞いたら、要するにあの与那国島っていうのはすごくその中間音というか、うん、まあわかんないんだけど平安言葉っていうか、そういうのファとかフェとか、うん、そういうような音がすごく残ってるっていうんですよ。だからすごく聞き取りづらい。おで、それが多分そのアイヌの言葉にもそういう昔の日本語が残っていて、すごく交流があったとはとても思えないと。与那国の島と北海道、はいはい、うん、とはまあ歴史的にもなかなか説明できないだろうなとか思いながら、ただ、日本の昔の言葉が非常にその最果てっていうか、その変化、まあ残って、うん、まあそういう考え方が多分近いでしょうね、うんうん、そうでしょうね、うん、で何ていうのかな、今の沖縄行ってもみんな普通に結構話すから、そんなに僕らも分かんないのってないですよね、はい、今の沖縄は、うんうん、だけどね多分ね僕ら、まあ、民宿とか、そういうそのなんていうか外と接する人たちと今回も会ってるので、ですね、バスの運転手さんとかね、そうですね、うん、お店の方とか、うんうん、そういう方は普通に話しますけど、ポッとこうね、うん、その道歩いてるおじいさんとかおばあさんとかと話すと、うんうん、この方言の不思議な世界って、沖縄本島よりもっとわかんない、すごい言葉、すごい言葉っていうか、あと言ってるね、分かれば、それすごいこと言ってるわけじゃないと思うんだけど、うん、すごくね、別世界の言葉で、ね、そうですね。まあまあ、本当に多分、本当に その言葉で来られたら、多分全然わからないんでしょうね、僕らは。全然わかんないでしょうね。うん。うん、だから、そのぐらいやっぱり、与那国ってちょっとこう、沖縄とは違う文化みたいなものをこう持ってる。そうですね。で、どちらかというと戦前なんかは台湾文化圏に入れられてもおかしくない生活圏だったじゃないですか。そういう意味ではなんかちょっと次回その話もするんだけど、はい、戦後すごくこう豊かになるんですよね、与那国島って、うん、だからその持ってる歴史っ
っていうのも全然多分本島とか八重山とは違う歴史を持っている、ね、やっぱりそういうことです、うん、そのさっきの台湾の、ね、その戦時中の台湾の話もあってやっぱりこう、そうそう、いろんなこう刺激とか、まあ、潤いとかが他のに比べると全然多かったんじゃないですかね、うんうん、そうなんでしょうね、あのマイナスも含めて、うん、そう、うん、で多分すごく台湾生まれのおじいさんおばあさんが多いと思う。ああなるほどね、うん、そういう意味では近いですよね、うん、だからそこらのところっていうのはこう行って、まあ、空気感っていうのかな、うん、こう感じをこう感じられれば、うん、なんかちょっと沖縄の中もいろいろ離島によって色が違うなみたいなことってのは、うん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 、まあ離島を歩く味わいの一つでもあるんだろうなという、うん、ですね、気はします。で、多分沖縄の島の中で一番それがはっきりこう分かるのが与那国島かなって気がしますね。要するに本島とか八重山の沖縄とは違う沖縄だなみたいな感じがこうなんとなく、まあ、これがっていうのはもう今の時代なんでそんなにないんだけれども、うん、なんとなく伝わってくる空気みたいなものうんうんうん、与那国島は持っている島だと思います。ですので、まあ、沖縄いろいろこれからね、回る人たちの中でそういう心構えでなんか行くと、うん、少し面白いような、うん、気がしますね。ね、そう思います。はい、はい、じゃあこれで、はいはいはい、ありがとうございました。はい。